世界の新着コースを見てたら気になるコースがあって、ドッスンに乗って死んだふり。今回のミッションはなんとドッスンに乗ってしゃがむだけ。ピンチの時は死んだふり、最後はご了承で笑い。クリア頑張ってください。死んだふりってどういうこと？やってみよう。はい、ドッスンに乗って死んだふり、20秒なんだね。ん？あー、そういうこと。あ、こういうことね。はいはいはい、カロン使ってね。あー、もう終わっちゃう。あー、ららららなるほどね、まあ、ギミックコースだね。はい、こうして、おお動いて、あ、でも、あ、これずっと下押しっぱにしとけば、え、あー、でもきつい。うん、地味にむずい。あ、わかった、これさ、あ、これはオッケーだもんね。で、で、なに、なんかすげー滑るんですけど、ちょっともう一回こうするじゃん。で、危ない瞬間ここ、あ、一応下矢印出てるね、出てる。そうだ、タイミング出してくれてるんだ、そこで。へい、これでオッケーね。で、ここ大丈夫、大丈夫、ギリギリで、ここもう一回。なんかすごい賑やかですね。お祭りだい、タイムアップって。いけるか、いけるか、あと5秒、もう一回押す。で、2、1の、いけ、あー、ギリギリですね、本当にギリギリですね。あのパウは何だったんだ。このコースも気になるな。スーパーマリオ64のボム兵の戦場ってステージがあるじゃん。それの 2D 版を作られたと。ほう、どんな感じになるのか。はい、お願いします。ボムオン、あれで、まあ、ボム兵ってことなのかな。はい。わー、64の、はい、始まって。まあ、やってみるのはいいんだけど、俺、マリオ64ね、しっかりやった覚えはないから、あー、でもね、昔の記憶でやったことは一応あるのよ。赤コインとかあったりするのもいいですね。そして、ここで、あー、なんかここあったな。あったよな、こういうところ。うん、ごめん。全部そういう感じ。うん。あ、こんなんあったな、ぐらいな。はいはいはい。でも、ここちゃんとプレイした方は分かるぐらいな感じなんだろうね。で、取るじゃん。で、赤コインは5枚必要と。はいはいはい。で、まだいけない。あれ？違うところかな？あ、なんか左上って書いてる。ん？あ、あっちだ、なるほど。だから、出してもらって、それを利用します。はい、OK。あ、これで OK、全部。これでドアに入る。これ普通にいいコースだな。別にボム兵の戦場をイメージしてないとしても、これはいいステージだね。あとね、難易度がね、多分ちょうどいいんだよね。あっちゃったよね。はい。クリア率が 7% ぐらいでしょ？やっぱこれぐらいのステージがね、楽しんでやれる、いい塩梅な、よいしょ、クリア率だと思うんだよね。うん。いつも俺が作るステージ、あー、これボムキングじゃないの？じゃないの？え、どうすんの俺？あー、なんか持ってくんのか。あ、でもさ、下降りれないし、え？これじゃあダメだし、え？嘘。この半身を、あ、できた、オッケー。よし、ここは難しいね。はい、あります。そう、いつも俺作るステージさ、その動画用に作るからさ、めちゃくちゃ難しくてごめんなさい。このステージも気になる。ゲッティングオーバーイットウィズマリオ。あれだよ、あの、僕も前に実況してた壺おじさんだよ。あのイライラするゲームのマリオ版だけどさ、ゲームはね、あのゲーム性だからイライラするけど、マリオになったらそこまでイライラするな作りにはならない。あ、イライラする。もう一回ね、こう掴んで、ここやってもなんもないでしょ。だからここでうまくいくんだろうけど、いけたね、オッケー。はい、で次、まあいい塩梅だね、確かに。うっそ、滑る、ここ、いや滑んないか。無理よ。いやー、これダッシュ必要かな。なくても半身、あー無理か、やっぱダッシュ必要だな。ちょいダッシュなんだろうな。ふー、よっしゃ、いったいったいった、オッケー。でこっちもダッシュしていく。これはね、いやらしいコースですね。うん、あの壺おじさんのやらしさ、はいはい、うまく表現できてると思うよ。ふわ、ダッシュしすぎてもよくないと。うわ、オッケー。
うわー、氷だから滑るよこれ。滑るけど大丈夫、 OK、 逆に OK で、こうして OK、 うまい、うまいんじゃないか。そして、へい、うわー、むずいむずい。まあでも、あー、 OK、 OK、 OK。 このステージのね、良心的なところはタイムアタックではないこと。ナイス、ありがとう。そして中間が多いこと。はい、いくよ、次。うまく降りるのも大変なんだろうね。オッケーオッケー。やばいか、やばオッケー、やばオッケーってなんだ。左、ああ取れた。え、次は、うん、右、下まであったっけこれ。いや下なんか、あ、あるか、まだ下まだある、あるわ。オッケーオッケー、ああ怖かった。よし、次は、そうね、ゲッティングオーバーイットも確かね、最後の方もう雪山なんだよね。あ、一回これ降りてから上がるとか、むずくない？だけどそれをクリアしちゃうのが藤子おぼさんなわけですよ。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。で一回下がってからの、一回下がってからの気をつけて、トゲ気をつけてのこっちよ。オッケーで入れますよ。あれ原作だとね、あーなるほど上の音なんだけど、まあここはねしょうがないって感じで。あ、いいステージ、これはいい塩梅。スピードラン in the mountains、 20秒だね。まあ、普通のスピードランもやってみたいなと思ってやるんだけど、やっぱ楽しいね。爽快感違うもんな、スピードランって。へー、よいしょい、一発でクリアできたらいいね。ダメー、もう一回ね。はい、まあそこまで難易度高くないはず。確かね、10%ぐらいだったかな。はい、こうして投げる、ジャンプ、ジャンプの優しめだね結構。でそっち行く、でこっち戻ってからのジャンプの、ちゃんとコインで道しるべがあるから OK です。あー、ちょっと減速しちゃった、ひよったひよったけどゴール。楽しい。はい、続きましてオンオフパニックというステージで、まあオンオフスイッチを使っていくんだろうね。待って待って待って、上来てるな。はいはい、そういうことね。あ、で上の、あー、なるほどなるほどなるほど、理解。上のメット君をちゃんと見といて、次苦笑で押すとこで、はい、タイミングよくジャンプって、あー早かった、大丈夫です大丈夫です、うー、あー早かった早かった早かった、おー、じゃあじゃあ、そして行き急ぐ傾向があるけど落ち着いてやればいいんです。はい、緊張感ある、緊張感があるよこのステージ。で、ちょっとこっち早く行って、あ、50コイン取るべき、取んないべきだった。はい、いよいよ、もういいや、いいや、もう別に何でもないし、お金より命だろう。そして、あ、終わり。あ、次は自分で押そうね。自分で押して、あー、コンビの向き変わるんだ。変わって、はい、そっち行きます。で、パウして、中間、いいステージですね、本当に。いいギミックですわ、やっぱり。ほんとオンスイッチあるだけで本当にね、幅が広かったよね。わいしょい。で、まあまあこっち側でいいよね。はい、で次はこっちでいいの、大丈夫大丈夫、オッケーオッケー。でこっち行って、はい、まあ、さっきよりはまだゆったりとした感じで進めていける。こっちちゃんと観察力も必要なわけなのかなと思ったけど、うん、あー、ありがとうございます。ごめんなさい、いくよ、はい。で、あ、待つんだ、待てばよろしいってこと。はい、でブラックパックンが降りてって、そこのボムちゃんが、で、あー、なるほど、はいはい、よしよし、あー、やっちゃった、やっちゃった、いやー、なんか変な音しちゃった。あ、そっか、あそこ絶対キノコで食らうってことなんだ。あ、じゃあいいんだ、落ち着いて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 、はい、オッケー。んー、で次は、あ、中間だ。あー、ドスンをお使いになられる感じで、はい、危ないよ、あーしょい、もう一回、どうしよう。次こっちか、いやー、うまくね、うまくね、あー、そのね、オン、くそー、そのブロックやらしい。だけど、わかったわかった、どこで反応する、オッケー、ここでいける、よし、ここだ。で、もう一回押してもらって、こっちね。で、押してもらって、押してもらう。お願いします。そして、あー、間に合わない。あー、あー、やり直しだ。もう一回。
どうしようこれ。押してもらうの間に合うかな。あ、間に合った。オッケーオッケー。押して。ふい。して。ふい。オッケー。ありがとうね。まあどっち側のルートでも行けるんだね。すごい素晴らしい。どうした。でここで調整入るのね。オッケー。なんかもう初見殺しの雰囲気が。あ、だけどダッシュジャンすれば間に合うんです。オッケー。やらしいなおい。オンオフスイッチを押すかと思いきや関係ないんかい。笑われたし。で、あ、もう終わりの雰囲気。ああ、はいはいはい。ああ、なるほど。左行けば10コイン取れたんだ。うわあ。最後ビビっちゃったの恥ずかしい。